皆さんこんにちは、マーシーです。本日は2021年7月7日水曜日午前10時51分に撮影しております。正社員の仕事を7日で退職してしまいまして、現在も本当に申し訳ない気持ちでいっぱいであります。私マーシーは普段かなりの頻度で見ている YouTuber の方がいます。様々な YouTuber の方、同じチャンネル登録者数再生回数ぐらいの同じ規模の YouTuber の方や、自分よりも全然再生回数チャンネル登録者数が多い YouTuber の方も視聴させていただいております。その中で iPhone の毎日という iPhone 君が運営している YouTube のチャンネルをかなりの頻度で視聴しております。そのアイポン君が弁護士になることを目指しますという趣旨の動画を投稿いたしました。これについてはいろいろ賛否があるかと思いますが、私マーシーはネタではなく本気で弁護士を目指すことを、本気で弁護士を目指しているんだなということを、私マーシーはネタではなく本気だと信じております。それでそのアイポン君の動画動向を論評する気は全くありません。アイポン君の動画を見て私マーシーはいい意味で刺激を受けました。それはなぜかと言いますと、私マーシーはかねてからブログや YouTube の方で目標を、大学卒業することが目標ということを公言してきました。正社員を7日で退職しまして、メンタルが疲弊して、このような状況でそんなこと言ってられる場合かと言われたら、それはそれまでかもしれませんが、今回のアイボン君の弁護士を目指しますという動画を見ていい意味で刺激を受けました。やっぱしね、諦めてはいけないんだなということをアイボン君の動画を見て学ばさせていただきました。ただね、現状ではね、弁護士になることにつきましては厳しいと言わざるを得ません。ただね、可能性がゼロではない限りは目指してほしいなと思います。私マーシーはね、これまでは通信制大学、関西にある興味のある大学がありましたので、あくまでも自分自身の実力に合った大学を目指して入学して卒業して、通信制大学でも学歴は大卒ですから、それでもいいかなと思ってたんですよ。ただね、アイポン君の動画を見て、目標を最初から低く設定してはダメだと、それだったらもう少し目標を高く、志を高く持った方がいいかなということで、私マーシーや目標を変更いたします。最低でもマーチおよびカンカン同率レベルの大学を目指します。具体的に言えば立命館大学とか、個人的には関西学院大学を目指したいなと考えておりまして、私マーシーは専門学校卒業して以来、社会人生活もう19年目でしょうか、エア出勤で図書館で結構読書してるんですよ。新聞は毎日読売、朝日、産経新聞や日経新聞とか結構読んでましたし、ちなみに私マーシーの得意分野は近現代史なんですよ。さらに具体的に言いますと、近代史が結構得意なので、エア出勤時代、図書館でかなり近代史、幕末以降の書物といいますか本を読みました。なので結構知識は、そこら辺の知識はありますし、政治や、まあ、国際関係や一般教養、リテラシーはかなり高いです。ですので、私マーシーは自分自身のことを未完の大器でポテンシャルのある人間だと思っております。最初からね、低いレベルの目標を設定するのもどうかなと、今回ねアイポン君の動画を見てそう思いましたし、私マーシーもね、関西学院大学卒業することを目標にこれからも頑張っていきたいと思います。私マーシーはもともと教養もありますし、知識もありますし、リテラシーもあると、ポテンシャルもある。それで実直で真面目で誠実で、社会人生活19年間の経験値、相当あります。読書も相当してきました。なので、本気で1年間予備校、また家庭教師などを雇って本気で勉強すれば、
関西学院大学、ワンチャンあるかもしれないじゃないですか。アイボン君の弁護士になる、目指します。それはね、志は高くていいかもしれませんが、現状では厳しい可能性が高いです。厳しいです。ただね、可能性はゼロではない限り、頑張っていただきたいなという思いもあるので、個人的には陰ながらも応援しています。なので、私マーシーもね、最初から低く設定して目標を設定するのではなく、高いレベルを、高みを目指してこれからの就職活動を精進してまいりたいと思います。ですのでね、次の仕事でできるだけ、まずは長く定着することが目標ですので、それで経済的に安定して貯金をして、関西学院大学卒業への第一歩を踏み出したいなと考えておりますので、まあ本当にワンチャンあるかもしれないんですよ。これ、ネタではなくてガチでそう思ってるので、弁護士になる可能性よりもアイポン君には本当に申し訳ないんですが、アイポン君が弁護士になる可能性よりも私マーシーが関西学院大学卒業する可能性の方が、中立公平に見て、ひいき目一切なしで中立公平に見ても、私マーシーの関西学院大学卒業する可能性の方が、アイポン君の弁護士になるよりも明らかに高いじゃないですか。ちなみに私マーシーの学歴は専門卒なので、一般教養は本当にあるんですよ。ですので、私マーシーはこんなところで終わる人間ではないと。自分自身は可能性のある人間だと思っておりますので、大学卒業を目標にして頑張ってまいりたいと思いますので、これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。